第一次レキシントンの戦いの戦い A バトル・オブ・ザ・ヘンプ・ベイールズは南北戦争の開戦から5ヶ月となった1861年9月13日から20日にミズーリ州ラファイエット軍の軍長所在地レキシントンで起きた戦闘である。南軍はアメリカ連合国を支持するミズーリ州軍であり、この戦闘に勝利したことですでに高かった。 この地域での南軍支持の機運が高まり、ミズーリーバレーは短期間ながら南軍の支配下に固まった。なお、レキシントンでは1864年10月19日にも小さな戦闘があって南軍が勝利しており、これを第二次レキシントンの戦いと呼ぶ南北戦争が始まる前、レキシントンは人口4000人を超す農業庁であり、 ラファイエット軍の軍庁所在地でもあり、ミズーリ州西部から中央にあるミズーリ川沿岸でかなり重要な位置づけにあった。縄の材料として使われた麻、タバコ、石炭、牛が生産され、これらが全て町の繁栄につながり、川を使った交易も行われた。隣接する軍部と同様に多くの住人が奴隷を所有しており、軍人口の31.7%が奴隷だった。 南北戦争が始まった時、白人の大半はアメリカ連合国支持を抗言していた。北軍西部方面軍指揮官ジョン・シー・フレモントはミズーリ側を支配し、地域の南部同調者を規制しようとした。そのため2861年7月、歴ントンを防衛拠点とし、チャールズ・スタイフェル大佐の下にセントルイス出身のドイツ系兵士で構成される。 アメリカ合衆国予備役第5連隊を中屯させた。スタイフェルとその部隊は、間もなく、フレデリック・ダブベッカー隊の指揮する、ラファイエット守ビ隊五個中隊に入れ替わった。その後、ロバート・ホワイト中佐が指揮する、第14祖国防衛連隊で補強され、ホワイトが全体指揮を取った。さらにその後、イリノイ第1騎兵隊を率いて到着した、トマス・エー・マーシャル大佐が、 指揮官についた。8月10日、ウィルソンズ・クリークの戦いで南軍を支持するミズーリ州軍が勝利した後、州の北部と中部でその勢力を固め、スターリング・プライス少将の指揮下に、歴ントンに向けて古軍した。9月10日、ジェームズ・エイ・マリガン大佐が、イリノイ第23志願府評連隊と共に到着し、指揮権を引き継いだ。9月11日、 ミズーリ第13不評連隊、バンホーンのアメリカ合衆国予備役大隊、ミズーリ第27騎馬不評連隊が到着した。これは、プライス軍の必要な前進に直面して、ミズーリ州、ウォーレンズバーグの町を放棄した後のことだった。この時マリガンは3500名を指揮しており、すぐに町のマソニックカレッジの周りを後半に要塞化し、樹木を切り倒して、見通しを良くし、 呂と教室のある校舎の周りに土盛りを行った。その上官がサミュエル・ディ・スタージスの指揮下にさらなる援軍を送り、それでマリガンは拡大された陣地を守ることができると、思ったが、その援軍が南軍指持部隊の待ち伏せを受け、退却を強いられた。プライスの軍隊は1861年9月11日に歴ントンに到着した。 しかし、実際に攻撃を仕掛けたのは2日後であり、その時までに、北軍の工作は手強いものに仕上がり、容易には落とせなくなっていた。9月13日、ミズーリ第13不評連隊の6個中隊が、イリノイ第1期兵隊の2個中隊の支援を受けて、町の南にある町ペラ墓地の破壊士の間で、プライスの全衛隊と戦った。これは、時間を稼いで、マリガンの兵士が、 防御工作を完成させるという期待もあった。プライスは北軍守備隊を一月で圧倒したいという考えだったが、北軍が墓地で頑強に抵抗したので、兵士が弾薬を使い果たすことになった。この展開に北軍の要塞化の穴取りがたい性格と組み合わされ、さらなる攻撃を難しくした。その後はプライスの砲兵隊が北軍への砲撃を開始した。プライスは 北軍守備隊を歴ントンに閉じ込めて、プライスはここで敵兵を殺すのは不要だ。辛抱すれば望むものを得られると言っていた。そのために、不評には軍の祭事広場まで交代を命じた。9月18日、プライスは新たな攻撃を命じることにした。州軍は北軍の激しい放火のもとを前進し、敵軍を内部工作物の内側まで追い込んだ。 プライス軍の大砲がマリガンの大砲に反撃してく時間の砲撃を行い、熱した砲弾を放ってマソニックカレッジなど北軍の陣地に火をつけようとした。マリガンはカレッジの本館の屋根裏部屋に一人の若者を陣取らせ飛び込んできた砲弾から建物に火が移る前にすべてを除去させることができた。北軍の病院に使われたアンダーソンの家。 この戦闘では南軍に攻撃されたアンダーソンの家は地元新聞でセントルイスより西では最も大きくうまく配置された住居と表現されたことがあり3階建てギリシャ復古町歴ントンの著名工場主オリバー・アンダーソンが建てた家だった1861年7月頃にアンダーソン家はマリガン大佐の要塞に隣接してあったその家から強制退去させられ 北軍の病院になっていた。歴ントンの戦いの開始時点で、北軍の小病兵100人以上がこの病院に入っていた。医療は、クーリー軍医に任され、イリノイ第23連隊の従軍牧師バトラーが、兵士の心の問題に対応していた。プライスの配下にあったトマス・ハリス将軍が、アンダーソンの家の戦略的重要性を認め、9月18日に、 その第二師団の兵士にこの家を占領するよう命じた。マリガン大佐はこの行為が戦時放棄に違廃すると考えることだったので、衝撃を受け家を取り戻すよう命じた。イリノイ第23連隊 B 中隊、ミズーリ第13連隊 B 中隊、イリノイ第1期兵隊志願兵が北軍の戦線から突撃をかけて家を取り戻したが、その過程で大きな損失を出した。 ハリスの部隊がその日にもう一度病院を取り返し、その後は水売り州軍の支配下にあった。この戦闘で最も議論の多かった出来事は北軍がアンダーソンの家に突撃をかけた時に起こった。北軍は玄関の大階段下で水売り州軍兵3名を即座に処刑した。南部兵は彼らがすでに降伏していたので戦争捕虜として扱われるべきだったと主張した。 北軍兵はこの家を取り返すために多くの犠牲を出しており、その南部兵はそもそも病院を攻撃したことで戦時放棄に違廃していたとみなしていた。アンダーソンの家は砲弾やライフル銃弾でひどく損傷した。現在でも建物の内外で多くの弾痕を見つけることができる。歴史東にあるラファイエット軍庁舎、今もその柱には 南軍の砲弾が入ったままである9月19日、水売州軍はその陣地を統合し、北軍を激しい砲火にさらしたままにし、最終攻撃の準備をした。守備側が直面した一つの問題は常に、水が不足していたことだった。北軍の前線内側にある井戸は干上がっており、南軍の狙撃兵は近くにある泉を狙うことができ、泉に近づこうとするものをすべて抑えることができた。 マリガンは兵士なら失敗するものも女性ならばできるかもしれないと考え一人の女性を泉に行かせた。プライスの兵士は銃撃を続けたが彼女は窮地に立たされていた北軍のところまで水筒数本の水を運ぶことができた。しかしこのような些細なやり方ではひどくなっていた北軍守備隊の乾きを癒すことができなかった。このために 最終的な敗北につながった可能性がある。1861年9月18日、プライス将軍はその作戦本部を歴ントンし、メインストリート926、ラファイエット軍庁舎の通り向かいの銀行が入っている建物に置いた。この戦闘の間、プライスは2階の部屋から衆軍の捜査を指示した。翌日、おそらくは、 ハイラム・ブレット総隊員の衆軍砲兵隊が放った砲弾がプライスの作戦本部から約100ヤードしか離れていない軍庁舎に当たった。この砲弾は現在も最左翼の柱にめり込んだまま残っており観光の対象になっている。ただし安全上の理由からクロケットのボールに置き換えられている。9月19日夜トマス・ハリス准将の衆軍第2師団が 近くの倉庫で手に入れた朝の樽を使って移動式の強壁を作り北軍の残酷前に置いた。これら村には前夜に川の水を汲み入れており北軍が熱した砲弾を撃ってもすぐに消すことができた。ハリスの作戦は翌日村を丘の上まで転がしていきそれを遮兵に使って北軍守備隊に近づき最後の突撃を行うというものだった。朝の樽の前線は アンダーソンの家近くに始まり、北に丘の側面まで約200ヤード伸びていた。多くの場所では浅の樽が2段に積まれ、さらに保護できるようにされていた。9月20日早朝、ハリスの部隊は移動式の強壁に隠れて前進した。戦闘が始まると他の師団の周辺も浅の樽に隠れたハリスの部隊に合流した。北軍守備隊に向けた発砲量が増加した。 北軍守備隊は灼熱した砲弾を前進してくる。樽に打ち込んだが、全員や水売り側から汲んだ水に飲まれて、その効力が失われた。午後早い時間までに転がる鳥では、北軍陣地に十分近くまで接近でき、南部兵が最後の都心で北軍の工作物を超えられるまでになった。マリガンは正午過ぎに降伏の条件を要請しており、午後2時までに兵士が残豪を出て、 武器を積み上げた。アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスは、かなりの時間が経った後で、その著作、連合国政府の交流と没落の中で、浅タ樽を利用したのは素晴らしい考えであり、タリクやサラ先人戦士を不滅にし、その名を、ヘイラクレースの北柱に記したのとは別物である。と記していた。この戦闘は、大半が保護された陣地で戦われたので、損失は、 比較的少なかった。プライス軍は25名が戦死し、72名が負傷しただけだった。北軍は39名が戦死し、120名が負傷した。損失が小さかったことはマリガンの優れた残豪戦術とハリスの朝の樽という思いつきに返せられる。残った北軍守備隊全員が捕虜になった。降伏した。 北軍兵は退陣した元水売州知事クレーボーン会ジャクソンの演説を聞かされた。ジャクソンは兵士たちが招待なしに水売州に入ってきて州民に対する戦争を仕掛けたことを非難した。北軍兵はその後にプライス将軍から保釈されたが仮釈放を拒んだマリガン大佐が例外だった。プライスは戦闘中とその後に示された 北軍指揮官の振る舞いと行為に感銘を受け、マリガンに馬と馬車を用意し、北軍前線の内側まで安全に護送するよう命じた。マリガンは、後の1864年7月24日、バージニア州ウィンチェスター近くで起きた第二次、カーンズタウンの戦いで戦死した。この戦闘の損失の中では、ミズーリ第27騎は不評連隊指揮官。 ベンジャミン W グロバー中佐が太ももをマスケット銃弾で負傷していた。グロバーはその傷がもとで10月31日に死んだ。ザッシュハーパーズウィークリーより、ありがとうございます。